ロッキード r 6ボルトコンスティテューションザファースト XR6O-1 コンスティテューションインフライトロッキード r 6ボルト、コンスティテューションは1940年代にアメリカ海軍向けの長距離大容量輸送機とアメリカ航空向けの旅客機としてロッキード社により開発されたプロペラ駆動の2階建て大型輸送機であるコンスティテューションは わずか2機の試作機が製造されただけで終わった。この2機の試作機は、米海軍に収益したが、最終的には、出力不足と当時の航空会社で運航するには、大きすぎることが判明した。コンスティテューションは、これまで米海軍により運用された、最大級の固定翼機である。モフェットフィールドに着陸する XR 六をマイナス1コンスティテューションロッキードコンスティテューションは、 1942年に米海軍パンナムとロッキード社の共同研究として始まった。当初ロッキードモデル89と称されたこの機体の設計は海軍の飛行艇による輸送力を上回る大型輸送機を要求されており、パンナムはこのような大型の機体を民間航空で使用した場合の潜在能力を研究するためにこの計画に参加していた。 この機体は17,500パウンズの貨物を搭載して高度2万5,000フィートを巡航して航続距離5,000マイルを飛行し速度は250マイルパーアワー以上となる予定であった機内は完全に予圧されほとんどの主要な部位に機内からアクセスでき飛行中にでも修理が可能となるはずであった例えば分厚い主翼の中を通るトンネルは4機すべての エンジンに通じていた。この機種の設計は、ロッキード社のウィリス・ホーキンスと W.A. パルバー率いる技術陣により設計され、米海軍の E.L. シンプソン・ジュニアが監督に当たった。コンスティテューションという名称は、ロッキード社の社長ロバート・イーグロスによりこの計画に対し与えられた。コンスティテューションの設計では、蜂のアザ断面を持つダブルバブル胴体を採用していた。 この得意な設計はもともとカーチスライト社の主任技術者ジョージ・エイページ・ジュニアが考案したものでカーチス C-46 コマンドに導入されていた。これは同一容積の大きな一本円柱に比べて容積を犠牲にすることなく余圧キャビンに有利な円柱構造を実現していた。もともとの契約では海軍航空局は50機のコンスティテューションを 総額1億1125万ドルで要求していたが、対日戦争終結の日に、この契約はわずか2期のみの2700万ドルに縮小された。メディアを再生する1946年のニュース映像ジャクソンビル海軍航空基地に中期する、おナンバー85163初号機部の85163は1946年夏に、バーバンクにある、 ロッキード社の工場で製作された。垂直尾翼の先端までが50フィートという巨大さのために同社は最終組み立て用に特製ハンガーを建設しなければならなかった。ロッキードカリフォルニアの第309棟は長さ408フィート、幅302フィート、高さは6階建ての建物と同じであった。このハンガーの面積は4エーカー。 建設費用は125万ドルであった。R60 は暫定的に出力 3000HP のプラットホイット 2R-4360 から18を搭載して1946年11月9日に初飛行を行い、上ートールとトニー・ルビエがミューロック空軍基地までの悠々とした飛行の操縦艦を握った。そこで機体のテストの模様は詳細に記録された。 当時は電気的なデータの記録装置は開発されておらず、景気の動きは景気版に向けたムービーカメラにより撮影された。これに加えてムービーカメラはテスト結果の記録にも使用された。コンスティテューションの1号機は1948年7月25日に、機長ウィリアム・コリンズ中佐と副操縦士、ロイ・ウィマーにより、 モヘットフィールドからパトゥセントリバー海軍航空基地への2462の無着陸飛行を実施した。4日後に1号機はワシントンナショナル空港でアメリカ合衆国海軍長官のジョン・ローレンス・サリバンの夫人により正式に命名された。最初のテスト飛行で出力不足が判明したのでエンジンは 出力 3500hp の R-4360 から 22w に換装された。R6O は胴体後部に6機のロケットを取り付けて離陸補助装置のテストに使用された。ロケットを使用することで全微重量の状態で離陸滑走距離を24%短くすることができた。1号機は1949年2月2日に アラメダ海軍航空基地に駐屯する輸送部隊である VR-44 飛行隊に配備された。本機と島行きの2号機は約2462の距離のカリフォルニアとハワイ間の輸送に投入された。サンフランシスコ上空を飛行する2機の XR6、ボルト・コンスティテューション・コンスティテューションの2号機部の85164。 は1948年6月9日に初飛行を行った。1号機と異なり92名の乗客と12名の搭乗員が乗る上層デッキは豪華旅客機並みの仕上げが施されていた。1号機の上層デッキははるかに荒削りな仕上げであった。前方各壁の後部、仮想デッキへとつながる螺旋階段の前にはホブネアセスコンスティチューションの模型が飾られた。 ショーケースが設置されていた。仮想デッキは、千三7373立方フィートの貨物室となっており、貨物は電動ホイストを使用して搭載された。また76名分の座席を据え付けることもできた。1号機と同様に2号機も1949年2月3日に74名の報道陣を登場させて、モフェットフィールドからワシントンナショナル空港への大陸横断。 無着陸飛行を行った。当時これは1回の飛行で最も多くの人数を米国を横断して運んだ飛行となった。この飛行がワシントン DC とサンフランシスコを結ぶ6ヶ月間の定期航路の始まりとなった。1950年代初めに2号機は19の都市を巡る海軍の新兵募集巡業に使用された。胴体の側面には高らかに君らの海軍空へ。 海へと大書きされ、約54万6000人が、機体の内部を見学して回った。コンスティテューションは、元々の設計目的に合致するように運用するには、制約があった。巨大な機体は4機のプラットホイットー r 4 3 6 0が絞り出す。以上の出力を要求し、このエンジン自体も冷却上の問題を抱えていた。この問題は飛行中に、 エンジン冷却用フラップを状況に応じて開くことにより対処できたが、これは効力が増加してしまい、結局は全体の航続距離が減少してしまった。海軍は2機のコンスティテューションを1940年代終わりから1950年代にかけて運用したが、1949年にはこれ以上の運用には値しないと発表し、民間の航空会社への5年間の貸し出しを、 提案した。しかしコンスティテューションの運用に興味を示す。航空会社は現れず、海軍は2機を1953年に退役させた。両機は1955年にリッチフィールドに保管された。2機の機体と13機の予備エンジンは97,785ドルで売却された。ロッキード社はコンスティテューションを元にした。 最大乗客数169名の旅客機型モデル389とモデル489を提案したが、双方ともに民間の航空会社からは、機上の計画としか受け取られなかった。コンスティテューションの1号機は、ラスベガスへ買い取られアラモエアウェイズの巨大看板として、使用され、ハワード・ヒューズが資産を買い取った後に廃棄処分とされた。2号機は、 フロリダ州オパイコール六家空港まで自力で飛行し、そこで保管された後で廃棄処分場へ移動された。そこで放火されて1979年に完全に破壊された。ありがとうございます。